本土城は、熊本県に存在した、中世の山城。熊本県天草市本土町の連山の東端を根に、一市、本丸や馬攻めば、一の丸などの地名が残る。標高76メートルの最高点に、本丸があり、味方から車が取り囲む。本丸から南西及び南東方向は、それぞれ堀りりと幅7から8メートル。 長さ100メートル以上の急な尾根となっていた。南東端の一の丸には、城主や小山市の墓、板火などが残り、さらに下った二の丸には、天草切り死体館が建てられている。16世紀に入ると開発領主の子孫である天草氏は、天草後人衆の中で最も有力な存在となり、天正年間の天草静名を、九州時代には下島中央から南部の地域を支配し、 本土城は本城に次ぐ主要な城であった。天草五人衆は、豊臣秀吉に領土を安堵され、肥後国人一期にも参加しなかったが、小西行長の宇都城武神を拒否したことから天正十七年に、合戦が起きた。天草氏は、四季氏と共に牢城、公戦し、天草種本の本土城は、加藤清正、小西勢によって攻め落とされた。また、 小山正地も、確証として入り討ち死にしたという。加藤勢は高台になっている上五方、及び本丸を攻撃して、上兵や家族をほぼ全滅させたのに対し、小西勢は教会などを含む領域を包囲し、上兵や死災をほとんど助けたとルイス・フロイスが記録している。ありがとうございます。